さあ問題あります。当たりくじ2本、外れくじ8本、これを1本ずつ引いたとき、元に戻さないなら何人目の人が有利だと思います？これね、意外と知らない人多いんだけどね。まず1人目の人が当たり引く確率は10分の2でいいよね。じゃあ最後の人が当たりを引く確率っていくつかなっていうと、くじを全部並べてあげたら10の解除後って計算になるわけで、10人目の人が引く当たりのくじって2本あるから、10人目の引く当たりは2本で、残りは全部で9本あるから9本全部並べるぞってしてあげると、これ9の解除ってのが約分で効いてね、これも10分の2になるんですよ。覚えておいて、くじを引く前は引く順番に関係なくみんな等しい確率です。これを理解したら宝くじを買いに行こう。違うか。